あの、ベトナムの人に家を貸していたら、そのアパートが、あの、大麻製造工場になっていたっていうのがあるんですよ。で、その、要するにあの、押し入れとかぶち破って、あの、植木鉢とかバンバン置いて、LED ライトとか当てて、で、大麻をこう育ててるんですけど、で、その、電気代どうしてたのかっていうので、あの、電柱から線繋いで、直接引っ張って、あの、LED を当ててたらしいんですよ。 なので、要はあの電気代ってかかるじゃないですか、不装じゃなくて、電柱に配線つないで引っ張ると、のそのメーターもないし、東京電力も分かんないから、それでお金が取れるって言うんですけど、ただ、そのお金、誰が払うのっていうので、なんかその東京電力の人、これどうなんのみたいな話をしてるみたいなのがあるんですけど、っていう感じで、で、対話工場にされてしまって、内装とかもうコボコになってて、の次の人住めるような状態じゃないんですよ、要はお尻ぶち抜いて対話工場にしてるので。 ってなっちゃうと、じゃあ、あの、出てった後に次の引っ貸しますって言っても、それはまたこう、リフォームとかでお金かかってしまったりするので、その、良かれと思って家を貸したのに、結果としてすげえひどいことを、予想を超えたひどいことをされるっていう。なんかあの、まあ、家が汚くなりましたとか、掃除しないで出てきましたとか、なんかそれぐらいだった,したらしゃかわいそうなんですけど、その、電柱から電気引っ張って大麻工場にするとか、もう、明らか悪意満々じゃないですか。だからっていう、その、悪意満々なことを、 外国人の人はやる可能性が日本人より高いんですよ、要するにその数年で帰るって決まってるので、数年の間に悪さをしてもバレないで帰ったら勝ちなんですよ。 で、じゃあ、家の中で大麻を作ってても、それがバレて捕まるまで、やっぱり時間、タイムラグがあるんですよ。要するに、たまたまじゃあ、末端の人が捕まりましたって言っても、その工場がどこにあるかまでは、なかなかこう、見つからないわけですよ。要は、その、逮捕されて、ゲロ吐いて、売人が捕まって、で、その、売人の上のおろしまで行ってとかっていうので、何人か捕まって、で、全員が自白して、ようやく大麻工場まで来る、みたいな,なので、そうすると、末端が捕まった瞬間に、ベトナムにひゃって帰っちゃえば、大麻工場の 人が捕まる可能性はないんですよ。要するにその末端が捕まって捕まってゲロ吐いてで次にそのオの人の逮捕状を取ってで証拠とかが必要なのでそのオの人の周りを一応調査とか調べてでじゃあ一週間ぐらいしてその逮捕状を請求して卸の人が捕まってってやっぱその順番っていくので時間かかるんですよね。製造元に行くまでっていうのを考えると結構やったもん勝ちな部分があるんですよね。なのでその多分そのベトナムの移民の人をもともとそのあの労働者としてなんかその あの、なんだっけ、技術なんとか院みたいな感じで、あの、合法な労働者としていったと思うんですけど、でも合法な労働者として働くより、じゃあその、あの、ま、大麻作った方が儲かるよね。で、別に大麻作っても逃げればもう絶対バレないよね。っていうところで、こっち行った方が得だよねってことになってしまったと思うんですよね。で、それはそういう構造なんですよ。要するにその、悪いことをした方がリスクが高い。 というような状況、悪いことをした方がリスクが高いというのにすると、人は犯罪をしないんですよ。なので、あの、島国って、まあ、その日本だったりとか、インドネシアのバリ島だったりとかっていうのは治安がいいんですけど、で、やっぱ島国って逃げれないから、まあ、あの、海があるからね。なので、悪いことをすると、結構捕まるんですよ。で、あの、人間の出入りの数が限られてるので、なんか、変なこと起きた時に、新しく来たあいつじゃねっていうのを調べたら、やっぱり新しく来たやつがやったじゃん、みたいになりがちなんですけど、 その大陸の場合って人の営利がすごい多いので、悪さをしても結構バレない。で、そのまま逃げれるっていうのが起こりがちなんですよ。その感覚で日本に来られて、で、まあ、あの、2年で帰るよってなると、まあ、1年くらい普通に働いて、残り1年っていうのは、じゃあ悪さをして、バレなければ結構な体金を持って帰れるよねっていうのができちゃうんですよ。で、これ成功例なんですよね。今回のその大麻工場っていうのは。 多分表沙汰になってないだけで、そういう話っていっぱいあると思うので、なので、あの、移民を増やすというのは、そのなんか、僕は基本的にはよろしくないと思うんですよね。